食事、運動、健診、健康ウォーズプラスワン。ミラタン、今日もウォーズの街をウォッチングして大腸がん予防にプラスワンできることを探してみよう。プラスワンできること、あ、ミラタン、この人はどうかな。そういえば大腸がん検診の案内来てたな。でもまあ元気だし忙しいし別にいいか。検診って自覚症状がなかったり忙しかったりすると後回しにしがちなんだよね。でも本当に大腸がん検診を受けなくて大丈夫かな。魚津市の大腸がん検診で精密検査が必要となった方は男性では10人に1人、女性では15人に1人だよ。しかもしばらく大腸がん検診を受けていない方々ではさらにもっと高い確率かもしれないよね。まずは検診を受診してみないとわからないよね。あと中には症状が出てから病院に行けばいいやと思っているかもしれないね。でもその時にはがんが進行している場合が多いんだよ。毎年検診を受けることで早期発見できるのと症状が出てから受診して後悔するのとどっちがいいかな。健康ウォーズプラスワンポイント、年に1回大腸がん検診を受けよう。えい。でも元気に働き続けたいから大腸がん検診行こう。大腸がん検診は2日分の便を取って肉眼では確認できない血が混じっていないかを見ることで大腸がんやポリープを見つける検査です。大腸がん検診は簡単3ステップ。ステップ1、キットをもらいに行く。ステップ2、お家で便をこすり取る。ステップ3、提出する。職場などでがん検診を受ける機会のない方は健康センターにお問い合わせくださいね。大腸がんは早期に発見すれば治療できる可能性が高いがんですが、早期の段階では症状がない場合がほとんどです。毎年受けておけばよかったと後悔しないように年に1回大腸がん検診を受けましょう。